相沢和也の大脳真っ二つ。皆さんこんばんは。仙台を中心に活動しておりますピン芸人の相沢和也と申します。さあ、この番組はですね、私、T ライズネクスト G 所属の、相沢和也がですね、皆さんにこう、まるでこの大脳を真っ二つにして、この頭の中を覗いていただくような、そんなラジオとなっております。約26分間の、短い時間ではございますが、最後までよろしくお付き合いいただければと思います。さあ、ということでね、早速メールの方をいただいておりまして、いつも、メールいただいてる新たの沢さんからねいただいております。本当にね申し訳ない、先月のね放送の時もいただいてたんですけども、私メールをですねちょっと読みそびれてしまいまして、本当に申し訳ないんですけども、今回読ませていただきたいと思います。相沢和也さんこんばんは。草場の陰から T ライズ芸人を応援している新たの沢です、ということでね、いつもありがとうございます。だね、和也さん、これは10年以上前に仙台に住んでいた時の話です。もうすごいね、仙台のエピソード止まんないですね、沢さんね。2月会社からの帰り道、連合工事の歩道に女性が倒れていました。まあ別に地名まではね言わなくていいと思いますけども、その日は雪が降り、倒れていた女性にも雪が積もっています。ああ、もうそれは大変ですね。女性はすごくお酒に酔っている様子で歩道に倒れたまま、そして泣いています。これは大変だと思って声をかけました。なるほどね。どうした、理由を聞いてみると、その女性は大学4年生で春には東京の会社に就職することになって、大好きな人と離れ離れになるので告白したのですが振られてしまったそうです。ああ、なるほどね。それでね泣いてたと。自分は私も仕事で辛いことばかりだけど頑張っている。人生はまだまだ長いから、今は悲しいかもしれないけれど、これからいっぱい恋をして、もっともっと大好きな人が現れるから大丈夫ですよと、純レジェンド兄さんのように励ましました。あんまね、あんま名前出さないであげてくださいね。先輩の名前を。そして、こんなところで寝ていると風邪ひいちゃうから今日は帰りましょうと声をかけると、私のアパートあっちです。歩けないので連れてってください。と言われました。自分は躊躇したのですが、泥酔した女性をね、泥酔してますからね、泥酔した女性を雪の中に放置もできず、女の人を抱えてアパートの前まで送りましたと。ああ、いいことしましたね。で、別れ際、女性は本当にありがとうございましたと言って、私の胸に、顔をうずめて号泣してきました。しばらく号泣すると泣き止んだので、その後何事もなく家に帰ったのですが、玄関で、うちの嫁がこのコートについてるの何と聞いてきたので、よく見てみたら、コートが大量の鼻水でびっしょりと濡れていました。ね、別にまあ涙とかでよくないですか、もうほんだね、女性の立場を考えたらもう涙とかでいいんですよ、沢さんね。和也さんはそんな、切ない体験ありませんか。それでは今日もいい日だばいちということでございます。ありがとうございます。まあそうですね、切ない体験ですね。まあ私、相沢和也、女性には恵まれてないことでおなじみでございますけれども、はい、まあなんですかね、まあでもやっぱ好きになった女性がまあ僕もいましてですね、その子はまあ同じサークルの、女子だったんですけれども、その大学4年生の時にね、ちょっとまあ告白をしまして、で、まあ、すぐにこの結論が出ないからちょっと待ってほしいみたいなね話を言われたわけですよ。ちょっと待ってほしいと、ちょっと考えさせてほしいって言われて、もう気が気じゃないですか待ってる間のこの1、2週間ぐらいもうずっとそわそわして、ああ、でもどっちだ？これどっちなんだっていう感じで、もうずっとそわそわして、おー、やばいやばいっつって、となってまして。で、ちょっと授業が終わったら、部室に来てくださいと、連絡が来ましてですね、もう授業なんか集中できないですよ。こんな、全然頭入ってこない。もう大学の授業なんか。で、まあこう行きまして、ごめんなさいと。うわー、振られた。振られた、くそーって、いう気持ちでですね、部室を後にしたという、ことでございますよ。まあね、結構まあ長いこと好きだったんでね、もう引きずるかと思いきや、その時にですね、ポケットモンスターのゲームの たまたまその日が発売日だったんで、たまたまその日が発売日だったんで、もう救われましたね、ポケットモンスターに。その日がたまたま発売日だったから良かったものの、これがもうちょっと前とか、もうちょっと後とかだったらもうずっと引きずってるから、もうなんとかすぐに切り替えて気持ちをね、しょうがないです、もうずっと引きずってるのしょうがないから、
いや、そのポケモンに負けるんかいとかそういう話じゃないんですよ。たまたまその日がね、たまたまその日が発売日だったから気持ちを切り替えられたんですけれども。いやー、本当にね、もう泣きそうに泣きながらね、でも電車に乗って帰ったりとか、した思い出がねございますよ。うん、まあだそういうね、切ない思い出もありつつということでございますよ。うん、まあね、こうやって、いろいろと頑張ってやってるわけなんでございますけれどもね。まあ、最近はね、その仙台にゆかりのある若手芸人がこうね、こうちょこちょこと活躍しているということでございまして、あの以前ね、りんご小町というコンビで、活動していた道畑くんがですね、あのタイタンの学校という養成所に入りまして、でそこでですね、なんとタイタンシネマライブというこの全国の映画館で上映しているこのタイタンの事務所ライブになって出ることになったということでですね、もう非常にもう興奮しながらもう見に行ったわけですよ。まあ、タイタンシネマライブ自体も、まあ、初めてだったんで、もうどんなもんかなってもうすごいこう緊張しながらね、もうその劇場に見に行きまして、もうそのかっこいいなんかね、 BGM ジャズみたいな BGM で始まるわけですよ。でなんかこうね、こうキャストみたいなのが出てくるんですよ。爆笑問題、日本エレキテル連合みたいな。でその中であの今クレソンっていうコンビでね活動して、その中でクレソンってドンって出てくるわけですよね。うん、でクレソンのネタもね、やっぱ面白かったですね。うん、やっぱりね、ここに舞台に出るからね、やっぱり養成所の中でも、まあ、ただ頭一つ抜けてないとこういう場に出てくるっていうことはなかなかやっぱないと思うんでね、まあ、劇場の中でも、まあ結構最初の方の出番だったんですけど、きちんとこう笑いがね、起きてて、やっぱ頑張ってるなと思いましたね。うん、あともその僕が芸人でデビューする前から、もうちょっと前から出ていた、ギョネコさん、あのトリオのね、以前 T ライズに所属してたんですけども、ギョネコさんもね、ネタパレ、全国ネットのね、ネタ番組に出たということで、その時はね、ショートネタのコーナーだったんですけど、ショートネタのコーナーでね、まあ、このバットマン VS ジョーカーみたいな、コントだったんですけれども、これはまあネタをやるだけじゃなく、そのネタをやった後にちょっと気になる芸人に声をかけてみようみたいな感じでその呼ばれまして、でまああの青木さんがそのね、バットマンのお面をかぶってたんでちょっと顔がわからなかったみたいな感じでこう呼ばれて、ちょっと顔撮ってくださいってパッと撮ったら、やっぱね、その何とも言えない顔してるんですよ、やっぱ青木さんって。これね、ちょっとご存知ない方はぜひとも画像検索とかしていただければ、青木さんね、ヨネコの青木さんなんですけれども、うん。でもね、やっぱりね、いいですね。こういう風にちょっと先輩とかにね、いじってもらったりとか、するのもね、やっぱ憧れますよね、テレビとか。もう、いつまでくすぶってんだと。もっとね、いつかテレビでもね、こう見ていただけるように、これからも精進していきたいと、思ってる次第でございますよ。いつまでもね、もうコールセンターで働いてる場合じゃないんだと。本当にね、もう大変ですよ、コールセンターもね。めちゃめちゃ忙しい。めちゃめちゃ電話かかってくるからね。もう早くね、こう、お笑いで食えるようになりたいなということで、これからも頑張っていきたいと思います。ということで、相沢風の大脳マップ2つ最後までよろしくお付き合いください。彼氏と見るスポーツ。え、どうしたの？スポーツ観戦のチケット？嬉しい。行く行く行く。ありがとう。うわ、嬉しいな、スポーツの試合だ。これ何の試合？ゴルフのペアチケット。ゴルフ、いや、ゴルフ自体は悪くないよ。ゴルフ自体は悪くないけど、デートでゴルフ観戦する？ゴルフ？じゃ、いや、ゴルフはだから悪くないよ、別に。ゴルフは悪くないけど、そのデートでゴルフ観戦するのは、もうゴルフを通じて出会ったカップルとかだけなのよ。あんまそのなくない？ゴルフあんま知らない彼女と見に行くって。あんまなくない？だからゴルフめちゃめちゃ好き同士じゃなきゃいかないわよ、そんなのね。いや、デートで行く相場って野球とか、サッカーとかバスケとか、あってプロレスまでよ。プロレスまでなのよ。ゴルフは行かないの。いや、だからその嫌いとかじゃなくて、わかんないのよ。そのゴルフの感じが。わかんないのよ。いや、だからそのスポーツ観戦ってさ、なんかよくわかんなくても、とりあえずなんとなくで楽しめるじゃん。
ね、野球とかもわーってこうなんとなく盛り上がってるし、サッカーもなんとなく、あ、今攻めてるなみたいな感じ、なんとなくわかるじゃない。ゴルフはもう知れば知るほどのやつだから、ゴルフってそういうやつだから、スポーツ観戦デートであんまりその競技の奥深さみたいな求めてないのよ、私そういうのね。正直さ、その応援しがいみたいなのもないじゃん。こう自分たちのこう応援でこう選手たちがそれに応えてくれたみたいなのが醍醐味じゃんか、スポーツ観戦って。でもゴルフはもうお静かに札上げられるじゃん。お静かに札上がっちゃうから、もうそこでそのお静かに札上がった状態でパンってやるから、もうそこには何の応援の力も働いてないのよ。いやだからゴルフが嫌いとかじゃないのよ。え、じゃあどこ行くかって、じゃあもう打ちっぱなしでも行く、つなぎのコーナー。さあ、ネタとネタの間を、トークでつなぐつなぎのコーナーのお時間でございます。はい、今日はですね、ちょっといつもと趣向を変えてお送りしていこうと思いまして、まあいつもなんかね、まあゲームの話だとか、いろいろとやってますけれども、おい相沢和也と、お前なんかもうゲームの話とかお笑いの話とかしかしてないだろうお前はと、ね、その知識があまりにも浅すぎるんじゃないかということをですね、こうご意見をたくさん頂戴しておりましてですね、まあちょっとね、進めもありまして、最近ちょっとクイズアプリをね、何個かこうダウンロードして、まあちょっとちょこちょこっとね、やってるんですよ。ね、でそのクイズアプリをダウンロードして、なんかちょっと事務所とかに来るために、雑学披露しろみたいな感じになりまして、雑学言うんですけどね、まあ、大体まあみんな知ってるやつなんですよ。大体まあみんな知ってるやつで、僕だけが知らなかったみたいなこともね、時々あるんで、でもたまにはちょっとやっぱみんながあまり知らない雑学とかもやっぱあるわけですよ。なんで今日はね、ちょっとそういった雑学をちょっと小出しにしまして、相沢和也のね、雑学王、雑学王とまでは言わないですけれども、なんちゃって雑学王ぐらいにはね、なっておこうじゃないかということで、今日はね、そんな雑学をね、自分なりにこうやってきた雑学をね、何個か紹介させていただきたいと思います。皆さん、ね、スリッパね、各ご家庭にありますよね、あのスリッパのね、発祥が、あれどこだか分かります？スリッパの発祥の地ね、実はね、あれね、日本らしいんですよね。意外でしょ、スリッパの発祥の地ね。なんとなくヨーロッパとかね、そっちの方なんじゃ、アメリカとかそっちの方なんじゃないかと思いきやですね、そうじゃないんですよ。これはですね、まあなんでこのスリッパが生まれたかと言いますと、まあなんかね、この貿易とかが盛んになった時に、まあ外国の方がね、こう日本に来られるじゃないですか。で、外国の方っていうのはやっぱりその靴をね、こう家の中で脱ぐ習慣がまあないと。ね、まあ日本人でそのね、家の中で靴脱ぐじゃないですか。ね。だからこうね、汚れた靴のままでこう入ってきちゃうと困るから、家用の靴を作ったわけです。家用の靴。だから靴を履き替えて、この部屋ではこれを履いてくださいっていうのでこう作ったのが、このスリッパの発祥だと言われてるんですね。へー、そうなんだ。勉強になりますね。あともう一個、ちょっとね、今日せっかくなんで紹介させていただきたいと思いますけれども。はい、じゃあちょっとね、沖縄に関するね。じゃあね、なんちゃって雑学王なんで。だからその話の流れとかでこう一個ポンって言うとかじゃないんですよ。なんちゃって雑学王だから。もう仕入れてきたやつをそのままボンとね、素材のまま提供するっていうね。ね、沖縄の家電量販店で売られてるエアコンなんですけれども、実はですね、あのエアコンにはですね、あるものを防ぐための〇〇ガードというものがね、搭載されてるらしいんですけど、これ皆さんご存知でしょうか？はい。あ、シンキングタイム終わりました。終わりましたよ。これがですね、ヤモリガードっていうのがね、ついてるらしいんですよ。何でもね、この沖縄のこの家庭用のエアコンでですね、このヤモリがこう室外機から侵入して、こう爆発する事故みたいなのが結構終わったらしいんですよ。で、それによって、じゃあちょっとヤモリが、そのエアコンの中に入らないようにということで、ヤモリガードというのをね、つけるようになったらしいんですよね。だからこの沖縄の家電量販店とか行くと、このヤモリガードついてますみたいなのが、こう書いてあるわけなんですね。そうなんだ。はい、どうでした皆さんね。
こうやってなんちゃって雑学王ですから、まあ、こんなもんですよ。まあ、こんなね、感じでちょっとね、ちょくちょくとこう、知識を蓄えて、またなんか溜まってきたら皆さんにこう披露させていただきたいと思います。はい。あのね、なんかいや、この雑学知らなかったよとか、いや、知ってるよみたいなのがありましたら、ぜひともね、番組宛てにメールで送っていただければと思います。あとこのね、補足、今日紹介した雑学にこういうのもあるよとか、逆に私こういう雑学してますよみたいなのもありましたらぜひとも送っていただければと思います。これね、もしなんか雑学のね、交換とかね、雑学をこうみんなで披露し合うみたいなコーナーがちょっとできたらいいなと思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。ということで、つなぎのコーナーでございました。内見。いやー、いや、ここの物件すごくいいですね。いや、部屋もたくさんあって、いや、すごく広いし、いや、すごいいいですね。あれ、このモニターって使えるやつですか？あ、前の方が置いていったから線つないだら映るんですね。あ、いいですね。すごくいいですね。え？はい。あ、そうなんですよ。私、デスゲームの主催やってまして、はい、そうなんですよ。はい、普段からこの声で、はい。なんかその覆面もつけてるんですよ。はい。そうなんですよ。自分形から入るタイプなんで、はい。普段からこんな感じでやらせてもらってるんですよ。はい。いや、なんかね、会社リストラされてから、ちょっと楽しみがなくなりまして、それで始めたんですよ、デスゲームの主催。はい。あ、大丈夫ですよ。あなたは別に参加しなくていいですからね。いや、いい部屋紹介されて、してくれた恩がありますからね。いや、そういうところはちゃんとしてますんで、大丈夫ですから。はい。いや、それにしてもこの物件いいですね。いや、駅から車で50分。いや、いいですね。特定されづらいですね。いや、ここまで来るのに、しかもこれ山道がすごくなだらかなのもいいですよね。いや、この前、なんか別のデスゲームやろうとした時に、なんか参加者をこう眠らせてから車で拉致してくるんですけど、なんか会場までの道のり、山道がすごいなんかデコボコしてて、そしたらなんか参加者の一人がなんかそれで起きちゃったんですよ。ん？みたいな。いや、こっちはもう会場で目覚ましてほしいのに、いや、ここで起きちゃうんかいと思って、もう急いでその車を止めて、おい、寝てろっつって、こっちって眠らせたんですよ。そしたらなんか、隣の人がまた、それに連れられて起きちゃって、いや、お前もこっちって、また隣の人が起きて、こっち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 ってなんかもう、モグラ叩きみたいになっちゃったっていう。はい。これすごい鉄板なんですよ、この話。はい。そうなんですよ。いや、ところでこの物件、さっきからずっと気になってたんですけど、なんか家賃めちゃくちゃ安くないですか、これ。いや、この広さあって、家賃1万円ってすごい安くないですか？すごい安い。人死んでんすか、ここ。うわ、急に嫌ですね。急に嫌ですね。いや、僕、死体は OK なんですけど、幽霊 NG なんですよ。いや、すごい嫌だな。すごい嫌だな。それって何ですか？自殺とかですか？デスゲーム？前の方もデスゲームやってたんですね。そうなんですね。あ、だからここにモニターあるんですね。そうなんですね。っていうかこれ、参加者よりも、なんか僕の方が早く死にそうなんで、別の物件見てもいいですかね。三大マン。はい、三大マンのコーナーでございます。このコーナーはですね、事前にいただいた三つのお題をですね、漫談に盛り込んで新ネタを披露するというコーナーでございます。今回のお題めちゃめちゃ難しいです。今回のお題、一つ目が、魏志倭人伝。難しいですね。二つ目、ゴールデンウィーク。まあ、これはわかりますよね。ゴールデンウィークね。そして三つ目が、武家諸法度。これがね、まあ、ゴールデンウィークはまだやりやすいんです。この二つをね、どうやって絡めるかめちゃめちゃ苦労しましたけど、なんとかそれっぽく仕上げましたんで。それでは三大マンスタートです。どうもー、相沢和也です。お願いします。いやーね、もう大型連休も迫ってるということで。ゴールデンウィークといえばね、やっぱりね、こう帰省ラッシュというか、まあ、高速道路の渋滞がやっぱつきものですよね。まあ、いつの時代もね、まあ、そうなんですよ。まあ、僕の子供の頃なんかもね、こう、もう、渋滞なんか続いちゃって、まあ、大変だったんですよね。で、いつの時代もそうなんで、おそらくですよ。おそらくね、江戸時代とかもそうだったんじゃないかなと思うんですよね。江戸時代の高速道路もね、大型連休とか、
参勤交代の時期とかになるとね、もうすごい渋滞したと思うんですよ。ねえ、もうずらーっと並んじゃって、馬がもう馬がすごい並んじゃってね、もう馬の列がなかなか進まないんですよ。もうすぐ川屋行きたいなと思ってもなかなかね行けないんですよね。でようやくそのパーキングエリアみたいなところ入ったらですね、なかなかその、まあ、駐馬場、馬止めるところです、駐馬場をね入るわけなんですけれども、なかなかないんですよ、その武士用の駐馬場がね。百姓用の百って書いてあるところとか、町人用の町って書いてある、ね、スペースはあるんですけど、部って書いてあるところは全然ないんですよ。ね。まあ、止めようと思えば別に町人のとこ止めちゃってもいいんですけど、ただね、止めちゃダメなんですよ、そこは。武家諸法度で決まっちゃってるんで、武家諸法度で決まっちゃってるんで、そこはもう止めちゃダメなところなんですよ。ね。で、なんとかそこ止めてね、川休ませて、またこうね、本線に戻るわけなんですけれども、で、こう、まあ、だったら渋滞になって進んでたら、なんかこう、後ろの車がですね、ちょっとなんか道を開け始めるんですね。なんかこう、横にスッとこうずれるみたいな。あ、なんだろうなと思ったら、大名が来るんですよ。ブワーって来て。やっぱ大名がやっぱ優先なんでね、みんなブワーってこう避けて、ははーっていう感じでね、通すわけなんですけれども、その頭下げながらこの大名の馬をよーく見たら、しっぽりね、そのナンバーが書いてあるんですけど、和ナンバーなんですよ。和ナンバーっていうのはあれですよ、義士和人伝の和って書くんですけど、和ナンバーだったんですよ。大名馬持ってなかったんですよ。レンタバだったんですよ。レンタカーならぬレンタバだったんですよ。こいつ馬持ってないかいと思いながらもね、ははっつって頭下げてるんですけど、でそのレンタバ、大名のレンタバがですね、そのまま料金所に入っていって、ETC とかつけてなかったんですね。1両渡してめちゃめちゃ大量の小銭もらって、そのまま出ていったというね。ゴールデンウィーク本当大変ですよね。さあ、相沢和也の大脳マップ2つ、そろそろエンディングのお時間でございます。さあ、お知らせがございます。次回のですね、竹にすずめ TV、なんですけれども、4月29日、木曜日祝日でございますね。夕方5時から、長町リプルから、お送りするということで、ね、久しぶりのこのお客さんを入れての竹にすずめ TV ということで、まあ、もちろんYouTube での生配信もございますんで、まあ、今ね、なかなかちょっとコロナ禍で、外出難しいという方もたくさんいらっしゃると思いますんで、そういう方はご自宅でぜひ楽しんでいただければと思います。あと今回はですね、そのライブハウス応援企画というのをちょっと兼ねておりまして、こう皆さんからですね、こうパスマーケットのサイト経由でこう投げ銭をいただきますと、それがなんと、芸人たちにこうソフトドリンクになって還元されるという仕組みになっておりますんで、これぜひとも皆さんね、ライブハウスの応援の意味も込めてぜひと見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。いや、今回の三大マンきつかった。三大マンきついわ、マジで。でもね、本当に、いいトレーニングになるんですよ、やっぱネタ作りの。三大マン。武家諸法度とかね、義士和人伝とかね、本当にもう絶望でしかないですよね。絶望しました、本当に。できんのか、これ、と思って。まあもう分かったと思います。もうオチもめちゃくちゃだったし。でもなんとかね、盛り込むので精一杯だから、こっちはね。いや、これね、一回ね、即興でもやったことあるんですけど、即興はもっと辛いですね。まあ、即興で義士和人伝とか出てきたらね、きついですけれども。まあね。まあだからこれも本当に毎月、これも募集してますんで、僕がね、収録が近づいてきたら、ツイッターの方で、ちょっと募集をかけますんで、こうリプライを送ってください、皆さん。単語をね、好きな単語を送ってくれれば、それをね、こう盛り込んで、ネタにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。あとね、先ほどもお伝えしましたけど、雑学の、もうコーナー化するかどうかわかりませんけれどもね、もし皆さんの知ってる雑学とかあれば、はい、ぜひとも送っていただければと。思うわけでございますよね。さあ、この毎月ね、お送りしてるこの大のマップ2つでございますけれども、はい、まあそうですね、ちょっとなかなかライブとかもできない状況ではあるんでね、まあ、いきなりライブも、5月の8日かな、まあ、連休明けにございますけれども、ちょっとまたね、どうなるか分かんないんですよね。今緊急事態宣言とかがその5月の、5日まで仙台市でございますんで、それはもうちょっと状況によってはね、これがまたこう伸びたりすると、ちょっとまた会場の都合とかもね、こう変わってきちゃって、またね、ちょっと会場が変わったりだとか、
ちょっと延期になっちゃったりとかっていうする可能性もありますんで、もしじゃあちょっといきなりライブ行こうかなと思ってる方がいらっしゃいましたら、あの、T-Rise のホームページとかね、あとまあ、Twitter とか、SNS 関係いろいろやってますんで、そちらの方も、チェックしていただければと。思うわけでございます。まあ、なかなかね、ちょっとライブとか、行くの難しいと思いますんで、あとね、このもうラジオも一応、まあ、全国でもアプリとか聞け、で、聞いてる方もいらっしゃると思いますけれども、YouTube の方でもね、ネタたくさん上がっておりますんで、いろいろありますんで、ね、僕が今上がってるネタがですね、タッチを連載してる時の足立みてる先生のネタとかね、いろいろありますんで、はい、そういうのもね、ぜひとも。はい、チェックしていただければと思います。いや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 。やっぱりね、もっと頑張らないといけませんね。こういう時だからこそ。こういう時だからこそ、頑張っていかないといけないなということで、今もう必死に、ね、なってネタ作ってますんで。はい。これをまた皆さんのもとに、こう、お届けするまでね、こう頑張って、ネタ作って、ネタ作って、やっていきたいと思いますんで、皆さんぜひともね、また来月もラジオございますので聞いていただければと思います。ということで、相沢風の大音を真っ二つ、今週は今月はここまででございます。また来月も聞いてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、そうですね。まあ、なかなかね、ちょっとこういう時期ということもありますんで、なかなか、難しいとは思うんですけれども、またできることをね、ちょくちょくやっていければと思うわけでございますよ。うん。あとで、これ、そうですね。ちょっとオンエアの時に、まだ言ってなかったんですけれども、ちょっとこれね、今これが YouTube で流れてる段階で決まってる、ちゃんとね、告知されてるかどうかわからないんですけれども、ですね、ちょっと Zoom の生配信を、やろうと思ってまして、Zoom の生配信ですね、4月の25日の、午後3時からですね、正義正義の吉成チャンネルの方で、やらせていただきますんで、ぜひともそっちの方もね、チェックしていただければと思います。一応まあ企画も一応決まってるんで言っちゃいますけども、まあ、おのおのの好きな YouTube チャンネルを、プレゼンするという企画をやりますんで、そちらもね、聞いて、お好きな方がいらっしゃれば、見ていただければと思います。はい、相沢風の大脳マップタツ今月は、これにて終了でございます。また来月も聞いてください。ありがとうございました。